造形表現学科の早瀬郁恵と申します。加世代全体としては真面目で、地味な感じはすると思います。でうちの学科の学生ももちろん真面目なんですが、結構ユニークな発想で、元気がある子が多いんじゃないかなっていうふうに思っています。美大とは違うので未経験の人でも、学んでいける。でその上で、様々な表現を学んでいって、いろんな中から自分の表現を見つけていくっていうことになろうかと思います。で、自分の方向性を学内4年間学んだ中で見つけていくことができるっていうところを、アピールポイントにしたいと思います。こんにちは。造形表現学科の学科説明を始めます。造形表現学科の特徴、どのような授業をしているか、またどのような就業力育成をしているかについて今日はお話をします。造形表現学科のコンセプト、たくましい心と感性を育てるについて説明します。たくましい心とは、現代社会の厳しい流れの中でもしなやかで決して折れない強さと、繊細な感性を身につけるという意味があります。好きな美術を学んで、自分を磨いていく学科です。自分の持ち味を生かして、社会に出るために必要な力を身につけてください。学科のアドミッションポリシーです。どういう人に来てもらいたいか、生活空間を美しく快適に創造し、たくましい心と感性を持つ人材を育成することを目的としています。この目的に基づき次のような人を求めています。ものづくり、デザイン、アートを通して成長したい人、造形表現の各分野で学んだことをもとに社会と関わっていきたい人、プロセスを大切にし、チームワークの中で作品の制作がしたい人、造形表現の基礎を幅広く学び、得意な表現分野を見つけたいと思っている人、このような人に造形表現に来てもらいたいと思っています。造形表現学科の特徴、まず一つ目、23区内にありながら、緑豊かで、静かな環境で勉強することができます。また駅からも近くて通うのにとても便利です。特徴その2、芸術学部や美術学部にある学科ではなく家政学部に属しているのが大きな特徴であります。就職に強く、専門職だけでなく、幅広い職種に対応していて、就職率は 90% に達しています。また学費も、他の美術大学の7割ほどで学ぶことができます。特徴の3つ目、基礎から造形を幅広く学び、総合力が身につきます。入学時に専攻を決めるのではなく、幅広く学んでいくということができます。幅広く学ぶというと広く浅くと感じてしまいがちですが、表現の幅が広がるためむしろ相乗効果が期待されます。興味を持った科目を学びながら、将来の目標を定めていくことができます。4つ目の特徴、授業は実習科目が多いのが特徴で、各分野の授業に対応した実習室があります。例えば織物の実習室は広いスペースに織機が充実しています。グラフィックやデジタルの実習室は授業外でもパソコンを自由に使うことができます。4年間の授業の流れ、学びの流れを説明します。入学時に実技入試と学科入試で入る人が半分半分になっています。そのため1年次では造形表現の基礎、発想のための基礎力を養います。その中で自分の可能性や適性を見つけることができます。2年次は専門分野の基礎を学び、自分の方向性を決めていきます。3年次からはそれぞれの専門分野に分かれて学習して、4年生の卒業制作、論文が集大成となります。
2年次以降は、自分で時間割を組み立てていくので、自分のコースが自然と設定されていきます。自分のコースを設定しながらも、広く多くの分野の科目が履修できます。さまざまな専門科目を学べます。多くの分野の科目が学べると言いましたが、造形表現の学びは4つの領域からできています。表現領域、デザイン領域、造形領域、そこに2019年度より新しく表現と社会領域が加わりました。4つの領域は縦割りではなく横断して自由に時間割を組むことができます。例えばデザイン分野でインテリアを学んでいる人が絵画の授業を取ったり織物の授業を取ったりすることが可能です。新しい分野の表現と社会は造形表現を社会に活用していく科目が充実しています。子どもに関する知識と理解を兼ね備えた造形表現者として人の育ちをサポートする、またアートマネジメントを実践的に学び、アートの教育普及活動、ワークショップ、プログラムの制作など表現者と社会をつなぐ人材を育成しています。学内では森のサロンで、学生が主体となって活動をしています。また学外でも子どもたちのためのワークショップを開催しています。それでは少し1年生の授業を紹介します。基礎造形では技法を身につけるのではなく自由に表現できる発想の方法を学んでいきます。自分より大きな造形物を野外に制作し発表していきます。風と遊ぶがテーマになっています。もう一つ、実習基礎では視覚伝達における表現の基礎や素材や自然から考える造形の基礎を学びます。これが学生の作品になります。 ICT デザインでは、週に2回授業が設定され、デザインや映像表現に欠かせない基礎を習得していきます。ここからは未来支援についてお話しします。社会と連動する時間割外の授業があります。美術研究では学外見学やアーティストやデザイナーなど社会で活躍している方を招いてレクチャーを行います。美術研修旅行には、国内外のものがあります。夏休みや春休みに参加をします。国内美術研修は年度によって研修先が変わりますが、日本の文化、美術、建築を対象にして現地で研修をします。国外はイタリア文化美術研修があり、こちらは研修先でボローニャ大学の学生と交流をします。アートプロジェクト実習では造形表現学科の特徴を生かした来場者も参加できるアートキャンプを開催しています。学科学年を超えてみんなでプログラム、プロジェクトを作っていきます。4年生になると最後のプロジェクトである卒業制作展を開催しています。集大成である卒業制作論文の成果を学外で発表します。企画、運営から会場設営まで自分たちで行います。次に造形表現学科の就業力育成についてお話しします。大学ではキャリア支援課による就職に役立つセミナーを毎週実施しています。大学全体で就職に力を入れているので、デザイナーなどの専門職だけでなく一般職の求人も多く、幅広い就職先があります。造形表現の学びを生かして、会社の広報、建築会社の営業職などで活躍している卒業生もいます。就職率は 90% 以上になっています。造形表現学科で取得できる資格は、美術の教員免許と学芸員になります。その他インテリアコーディネーター、カラーコーディネーターなどの検定試験を受けてもらえる資格もあります。検定試験の説明会や講習会が行われています。またそれ以外に卒業生を招いた学科シンポジウムを実施しています。在学中の学びが社会でどのように活用できているかなど、
先輩の実体験に触れ、将来を考えることができます。造形表現の学びを生かして社会で活躍する先輩、卒業生を紹介します。小学校の図工教諭、ネットや出展販売、手作り教室の講師などをしている羊毛フェルト作家、番組の美術制作、美術全体を構成してコーディネーターとして活躍しています。手作りの雑貨を作って、その雑貨店のオーナーとして活躍をしている人もいます。皆さん各分野で生き生きと活躍をしています。造形表現学科の内容について分かっていただけましたでしょうか。これで造形表現学科の学科説明を終わりにします。ありがとうございました。